あ、もうだらけだ。それがスマホ通話スパゲッティ。はい。じゃあ、できますか。すいません。いいですよ。真ん中を切りますね。餃子ついてる。一般餃子もめっちゃカリッと揚がってる。見た目も。中年にはきついわ。中年にはきついわ。わ。高校生が部活帰りに食べるんだったらなんてことなくてのって食べれたら。胃の子いらん。ママもマッシュルーム嫌いだからいい。胃の子から食べてる。残していい。無理しなくていいよ。無理に食べた方がいいって吐かれてる。ありがとうございます。
すごいね、餃子も6個、6個あったのもうあと1個すごいね。